はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、グランドキリンのね、ブラウニーというのが売ってましたんで、こちらは、サークル系サンクス限定です。確か。香ばしい麦芽のコクとホップの引き締まった苦味、重厚さと飲みやすさを手に入れた濃密な一本。一手間かけたホップを発酵中に漬け込み、複雑な香味を引き出すキリンビール独自のディップホップ製法を使用。330ml。アルコール度数が 6.5% です。でね、なんかね、合わせ買いでね、合わせ販売で、もう一つの、新しい、なんだっけ、ローソン限定のやつが、なんかグランドキリンの普通のやつと、を買わないと、一緒にね、なんかセット販売にされてたんで、仕方なく普通のグランドキリンを買ってきたんで、ちょっと飲み比べでもするかと、思いまして。ね。それじゃあ、いただきます。乾杯。うん、値段250円ぐらいだっけ。うん。最近こういうのが多いね。こういう、なんか、こういう味の秋になったからなのか。ちょっとこのグランドキリン、普通のやつと。ああ、やっぱ普通のやつよか、あれだね。色がだいぶ、こっちの濃いですね。ああ、どっちかっていうと、普通のグランドキリンの方が酸味が強めで。うん。うん。まあ、ねと。で、このブラウニーの方が、酸味が弱めで、香りが、苦味も弱め、なんかまろやかな。うん。普通のグランドキリンはシャープ。味がシャープですが。グランドキリン。そう。グランドキリンアロマっていうやつがね。このブラウニーが、サークル系限定なんですよ。あれ?あれ?ファミリーマートが、新しく、グランドキリンホップフルーティーだって。あ、マジか、ファミマにもあるの。で、ローソンには、グランドキリンの、なんだっけ?アロマだっけ?青いやつ。違う、ジアロマ違う。あれがセブンイレブンか。ジアロマがセブンイレブンで、なんだっけ?
あ、マイルドリッチ。マイルドリッチがローソン。です。ブラウニーがサークル系、サンクス。で、ホップフルーティーがファミリーマート。らしいです。なんかいろいろあるね。うん。ああ。まあでも、靴のグランドキリンとブラウニー。どっちがうまいかと。言うと、個人的には、なんかね、普通のグランドキリンね、あんまりね、美味しくないんですよ。なんか変な味がするっていうか。うん。それが苦手なんで、ブラウニーの方がうまいかな。グランドキリン。ホップフルーティー。8月。ん？あ、9月23日だって。あの、ファミマの、やつ。じゃあ全然まだ、まだ発売してないわ。ふう、まあもう夏も終わりになって参りましたけど。ああ。うん。うん。うん。まあね。まあ今日は結構暑かったけど。まあでも本当になんか、なんだっけ。あそこか。広島。広島では、大変なことに、大変なことっていうか、もうなんか、ね、津波が押し寄せたような、ね、感じに、ね、なってますけどね。うん。結局、土砂崩れでしょ。いや、だから山の近くは怖いんだよな。土砂崩れかな。まあ、かといって、海べた、海の方も、まあ、怖いっちゃ怖い。津波でね。まあ、僕が住んでるとこは割と海に近いですけど、そこまで近くない。ので、まあ、
微妙ですね。ああ。ああ、これあったな。なんか最近ね、ゲーム実況でね、金魚を使ったゲーム実況みたいのがあって、金魚ね、水槽でね、飼って、でね、その水槽の、を9分割して、そこにその金魚をこう泳がせてるわけじゃないですか。で、その9分割してる場所に来ると、その動いたりとか、その9分割のところに、例えばね、右の真ん中に来て金魚が来たら、A ボタンとか、そういう設定するわけですよ。これでね、前ポケモンやってた人がいて、すごい。すごいっていうか、別に金魚はすごくないんだけど、無駄にあれだよ。凝ってるよね。ツイッチっていうゲーム生放送の、サイトがあるんですけど、そこでやってるみたいです。前ポケモンやってたんですよ。で、なんだったっけな？どこまで行ったって言ったっけな？なんかゼニガメ戦を終えたとかな。なんとか。まあ、クリアは多分できないでしょうけど。さすがにね。大山信代さんが所有していたアルカノイドの筐体、高田馬場のゲーセンが引き継ぐことになる。てか、持ってたのがこれ。マジで？大山信代さんの別荘にあったアルカノイド筐体を縁があって帝が引き継ぎました。ひえ。マジかよ。ルカノイドっていうのは、いわゆる、あれですね、ブロック崩しのゲームなんですけど、まあ、こちらはトリビアの泉で紹介されたんで、結構有名な話なんですが、まさか筐体を自宅っていうか別荘に持ってるとは思わなかった。マジか。ドラえもんのアルカノイド。愛煙家である死のタバコの焦げ跡もしっかりあります。すげえ。ドラえもんの声優、大山信代はアルカノイドがうまい。91A だって。
ノイドといえば1986年に登場した。ボールを下に落とす。これは結局あれですよ、ブロック崩しの革命ですよ。こうアイテムを取ってみたいな。はい、確かに私大山信代は1986年に発表されたブロック崩し。あ、86年なんだ。アルカノイドがうまいです。86年か。俺の生まれた年は87年ですから、その1個2年前です。他のゲームは全然できないんです。実際にこれは山の舞踊にアルカノイドをやっても面白い。アルカノイド、まず老眼鏡ですよ。老眼鏡をかけてからじゃないとことが始まらない。ことがそれで100円あではスタートします。いや意外とこれ難しいんだよな、このね筐体だとね。あのすごいこういう回すやつなんだよね。とにかくいくらでも出てきたものは全部拾うという趣味で。難しいよこれ実際。あの十字キーとかじゃなくて筐体だからね、あのこう回すやつなんだよ。左右を行くのにこう回しつつやつなんです。これでね焦ってね行っちゃいけないのよ。人生いろいろあるからね、辛抱強く。やっとるとこうやってまた入る。かあ、すげえな。ミスター。なんだこの。なんだ。あ。続けてミス。まずいぞ。まあ取らしやがって。あ、おえ。ギエ。30面以上あんじゃん。あー、ミサイルもあんのか。あ、ボスだ。ボスなんているんだ。うまくて80万以上いくかな。点数を計算する。これで上がりです。はあ、30何面あるのか。いろんなものにぶつかって、それでそのぶつかった中でどう選択しようって思わなくちゃならないときになります。そういうときに私はアルカノイドだぞと思って考えます。アルカノイドっていうのはオーバーに言えば人生を教えてくれます。アルカノイド、とっても大好き、大山信代。これ何面あんのこれ。アルカノイドだぞ。大山さんよ、アルカノイドに出会ったのは1988年。駅や空港での待ち時間の時などにゲームセンターに立ち寄って何度かプレイするうちにすっかりアルカノイドの虜になってしまった。以来、仕事で地方に行った際はアルカノイドをやるため必ずゲームセンター巡りをなさったそうです。はあ、100円1枚でも、だって何面あるのこれ。30、あ、33面だね。33面でクリア。よし、はあ、てかボスいるんだな。なるほど。
ちなみにアルカノイドは確かファミコン版もありますね。俺ファミコン版持ってるけど。うん。ね。まあ、関係ない話です。はぁ、アルカノイドか。いやでも100円で33面全部クリアするのは恐ろしい腕前かと思われます。最近の女の子、かっこ9歳ってこんなことになってんのかよ。9歳。めっちゃつけ眉毛しとる、つけましとる、つけま。9歳?口紅も塗って、つけまして。気持ち悪いな、こいつらな。ジャル。Wii U、いまだに Wii と間違えて宣伝される。ああ。ドイツのある商売店ではいまだに Wii と Wii U の違いを理解できていません。バカだ。え、爆走兄弟レッツエンドゴーの20年後を描く新作漫画がコロコロに掲載だって。大人になったゴーや新マグナムのと、マグナムも登場だって。へぇ。爆走兄弟レッツエンドゴーは、DVD がないんですよね。なぜか。レンタルのやつがなくて。OVA 版しかないんで。レアなんですよね。今更を見たくて、俺以前、ね、DVD やレンタルショップ行って、爆走兄弟レッツエンドゴーありますかって聞いたら、あれ、DVD ないんですよって言われて。マジで?っていうね。スチームがドルから円表記に、スクエニタイトルが円になった途端、こっそり15ドルから4000円へと、とんでもない値上げしてる。スチームはね、まあ、僕も結構、好きなんで、見たりして、まあ、買ったりもしたんですけど、スチームっていう、まあ、いわゆる、ゲームの、ダウンロードサイト、なんですが、こちらがですね、おま国、おまねとかね。お前の国には売ってやんないとか、お前の国では値段上げてやるみたいなのがありまして、日本だとかなりね、値段が高かったりする。なぜか日本語版だけめちゃくちゃ値段が高かったりする。うん。のがあるんですよ。で、スチームの、価格表記がドルから日本円になるっていう変化を受けて、
なぜか、7ドルが、5699円になったり、30ドルが5399円、15ドルが1980円とか、ね、わけわからん。だいたいこの7ドルが5699円ってどういうことやねん、それ。7ドルって700円か800円ぐらいだろ。なんで5699円になる？おかしいだろ、これ。俺、ここで、500円ぐらいのゲーム買ったことありますけどね。なかなかね、いわゆる、パソコンゲームね。なんですけどね。まあ結構充実してるんですが、ただこれがあるからね、日本だと高かったりするんで。なんでなんだろうな、日本人嫌いなのかな。はい、ということで。さて、うわぁ、でも、めっちゃ飲んだな。俺、いつもあれなんですよね。今日は、11時ぐらいに飯食ったんで、ちょっと、飯食ってから間もなく、この酒を今飲んでるわけなんですけど、腹がいっぱいで。ブラウニー、これですね、グランドキリンブラウニーですが、まあコク、甘み、香り、おすすめ、まあ普通でいいんじゃない。うん、4243です。ご視聴ありがとうございました。